アンダーザシーですが、コツをつかめば比較的簡単にカリンバソロを弾くことができますので、少し解説をしたいと思います。最初のところでミソと、その次の和音がそのままソを使うので、ミソと弾いた時にソの位置のまんまドミと上がっていきます。ミソドミ、和音を使ってその隣や同じ音がすぐ次のメロディーにつながっていくパターンを少し多めにしましたので、ちょっと簡単になるんじゃないかなと思います。3小節目、ここは右手がドミソミと下がります。5小節目も同じです。ドミを弾いた後すぐソを使うので、親指の位置をなるべく変えないようにしてドドドと行きます。ドミを弾いた後すぐソに行けるようにその位置で待ちつつと弾きます。7小節目のここもソとレで和音を弾いた後すぐシレとつながります。左手もソレと弾いた後次がファの和音になっていますので、レを弾いた後ファの位置で待ちつつシレといきます。親指の位置をどこか違うところに移してしまうと指が迷って和音が入れにくくなりますので気をつけてください。サビのところのワン音ですが、ここのファラを弾いた後の次のドを弾いた後、次の小節のミソを意識して親指の位置をミソで置いたままの音符を意識しながら親指の位置を調節してみてください。